もうすぐコンビニに行こうと思ってもコンビニないし左側になるほどもう難しい、まあ、ラジオ聞いて皆さんもね新年度始まってからちょっとこう、うん、緊張感持ちながらの仕事が続くと思いますけどね、はい、ちょっとこうハてこう気緩んだ時にそういったこともありますからね、うん、気をつけて気をつけていきましょう、はい、さあラジオネームピーチベルシルバーさんはいえー、モーリー豚ゴリラリナーさんポンチ首 <laughs> もうどんどんひどくなっていってる 目覚めだろ、目覚めただろ、もう。はい。え、え、今コンビニでコーヒー買おうと思ったら、財布がないようや、お昼にお家に寄ったの思い出して、一応お家に電話したら、トイレに落ちていたし、免許証も入ったままだけどチャンスが、ラジオネーム、ピーチベルシルバー。じゃあコーヒー買わずに帰ったんですね。ってことでしょうね。恥ずかしいね。レジまで行ったのかな。多分そうかもしれません。恥ずいね。あっつって。 いや、でも、あれですね、あのー、まあ、今の話の続きじゃないですけど、うん、何かこう見落としてしまってるとか、うん、何かこう忘れてるっていう、うん、多くなる時期かもね。うん、確かに。あの、忙しくてからさ、うん、ちゃんとこう、心に余裕があったら、うん、それ忘れないさ、一応。うん、ね <laughs> 気持ちに余裕を持っていきましょう。はい、はい。さあ、そしてこちら、青の軍団さん、チースモーリー。 親や,やん、今日はいるね。お<う>てか、親やん、だんだんおしゃれ具合になってるや。2年前の親やんの写メ見つけたから乗っ、乗っけるけどさ、うんえー。今は髪の毛もバッチリ染められているさ。うんえー、シャメールがあるんですけど、うん、この写メは痩せている。うん、痩せてもいるし、髪の毛も金髪だけど、なんか貧相に見えるよな。<laughs> えいつだよはどの写真ですか見たいえ、そっちで見れないんなあ、メールのと,ところうんメールのところで、えー。これね、これ、これなんですかねあれどこですかだ誰さん一番上、<れ>青の軍団さんね。青の軍団さん、北のリスさんの上えっとね、いや、もう一番上だよ。あただ今更新した。はい。メールね。これね、うん これ、本当に、えー、っとね、アジラジ始まってからは、私黒髪だったんですよ。うんうん、ちょうど、半年、7ヶ月ぐらいじゃないこれ。うわ、懐かしいこの T シャツあげたし、同期の男の芸人に。もう狭いから、つって。え、これってじゃあ言えば、アジラジ初期の頃ってこと初期よりも、ちょっと、<う>あのー、 そま、髪この紙の色自体がもう、なんて言えばいいのかな 2>, ああ ?2 年目の後半ですね。ああ、なるほど、なるほど。うわ、懐かしい。アジラジ多分始まったのが私が芸歴2年目の5月ぐらいだったとはず。うん、あ、3年目の入ったぐらいじゃないかな、だから。え、こんな、 え、それでも3年とかなんですね。3年。ええ。私、もう4月入ったんで6年目なんですよ、今。うんうんうん。3年前ですだから。なるほど。うわ、懐かしい。モーリーさんもすごいですね、このサイドカットこの髪すごいね。それそれみたいな。GI カットみたいになってるな。すごいな。すごいな、写真ってすごいな。懐かしい。痩せてるね、確かに。年月を物語ってますね。まあ僕は3年経って今があるんで、あの、そんな変化ないですけど、あなたですよ。確かに私変わったかもね。この3年でめっちゃ変わってるね。 いい、いい、いい意味ででしょあの、あり、芸人さんの先輩が言うあれさ。あ、鼻が出てきたってことそう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 。ああまあ、努力してますから、でも、それはそれで。この時の写真は、多分、すっぴんに近いですよね。すっぴんです、はい。あ、すっぴんか。でも、すっぴんです、すっぴん。化粧とかしてない。全くしない。私、化粧しだしたのえこの、沖縄花月が始まって、三3月にオープンしたんですけど、始まって夏ぐらいから、うん。 化粧しだしてるからその頃ぐらいにガレッジセールさんの新喜劇でゴリさんがこの話したのを聞いてあやばいちゃんとしないとと思って私なんなら決めてたんですよ芸人になっても一生化粧しないと決めてたんですよあそうなの私の中でなんか分からないんですけど<う>化粧は絶対するもんかって思ってて<う>だけど別におしゃれする必要もないし思ったらゴリさんにそんな話されてう,うん。 だめだと思ってちょっと改めようと思って努力したらこんな感じになっちゃったっていうああなるほどねでもここ最近ですよね言ったらねねすごい懐かしいこの写真いや僕らでも持ってない写真ですからねこれねすごいね何この写真えどっからこれもうあれじゃないこの言う笑わそうとしてる写真なで何もしてただ普通に喋ってるだけですうわ懐かしい はい。いえー、さらに、軍団さん。うん、はい。夕方の車運転していて、記憶がないことあるある。うん俺も中ぐすくから合わせまでの記憶、たまになくすのに、ということで。ダメダメダメ。たまになくすのにじゃなくて、<laughs> 気をつけないといけないから。<laughs> いやー、怖いですね。まあ、気をつけていきましょうね。はい、えー、天童さん。豚だけならまだしも、ゴリラまで着いたら最上級いやさん。いやいや。ということでいただいております。<laughs> ピーチキャッスルの前白くんと一緒にいて豚ゴリラって言われるのはまだまだしも <laughs> 私一人二役はきついですよちょっとあいつゴリラ役なんで一緒に歩いてたらどうも豚ゴリラですっていう感じなん,ですけどなんかこう連想できますね、はいえー、今日の番組のテーマ「挑戦」でメッセージお待ちしてます、はい さお届けした曲はマービン・ゲイのナンバーから「フライハイお送りしました。 さあ、ジクーターラジオ生放送をお送りしています。時刻は4時32分です。さあ、この時間ですね、うん、ゲストの方いらっしゃいますので紹介していきたいと思います。はい、第34回中部広域グリーンフェスタ春の大植木市実行委員会の会長さんでいらっしゃいます。浅戸慎也さんでございます。こんにちは。 こんにちは、よろしくお願いします。しますそして、そのお隣が佐藤愛さんでございます。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。早速なんですけれども、佐藤さん、はいえー、今回のこのイベント、まあ、あの、今回で三十四回目というところですけれども。うんはい、改めてご紹介をお願いいたします。はいはい、第三十四回中部広域グリーンフェスタ。春の大植木市が、えっ、ー、とですね、今月の、今週の四日金曜日から、はい。 えっと十六日日曜日までの十日間、うん、えっと上川の、えー、農民研修センターにて開催されます。うん、はい。ええー、朝九時から夕方の六時までやってるということなんですけど、これだいたいどれぐらいの業者さんが集まってくるものなんですか。はい。今回はですね、えっ、ー、と全業者業者さんで二十九業者さ、うんが 集まってあの開催されます。えー、あの車で通ったりとかチャンプル市場行った？帰りとかちらっとこう見るぐらいなんですけど、はい、年齢層とかどんなお客様がいらっしゃいますかえー？今はですね。結構幅広くてですね。本当にあの？ 家族3世代ぐらいで一緒に回っていたりとかすることも多いですよ。うんうん、えーまあ、じゃあ今回は34回目ということなのでもう言えば沖縄市のこの時期になった時のもう名イベントの一つですよね。そうですねもうあの沖縄県内で開催されるこういう植木市ではた本当に沖縄一番大きいんじゃないかって思えるようなイベントですね。まあこの、まあ、植木市というとこなんですけど例えばどんなこのなんだろう 植木があったりとかか種類とかどれぐらいですかってもなかなか数えきれるものではないんですが一般的なあの花壇なんかで使われるような草花それにあのえ熱帯果樹もうこれもちょっと普通では見られないような珍しい果樹があったりとかで造園木。 お庭に植えるような大きい木があったりとか最近はですねとても流行っていますけどちっちゃい多肉植物っていうんですかね<ー>サボテンとかハオルシアとかうん、うん、そういうのもかなりの量が出ていきますええ<ー><ー>こういうのがまたあの部屋にあったりとか,かおしゃれなカフェとかにねうん、うん、ワンポイントだったりとかするとまたその部屋が生まれ変わりますからねそうですね、うん、最近はあの、えー、インテリア 植物的な感じで、えー、ちょっと明るい室内であれば育てられるっていう多肉植物は結構人気になってますね。朝と愛さんはどんな植物が好きですか？あ,あ、そうですね。やっぱりあのー、アンリーガーデンが草花屋なので、うん、やっぱり色味のあるお花の方ですね。うん、ペチュニアとかそういうのが好きですああ<ー>、はい、ペチュニアか名前聞いたことあるんですけど。実写新聞 はー久しぶりな感じ <laughs> あーでこの絵また浅とさんあの、えー、男性の目線と女性の目線で違うでしょうねきっとね。結構ですね、あのー、家族で来られるんですけど僕らの方はアニガーデンっていうは、えー、草花中心の業者なんですけどやっぱりそこはお母さんが見ててそのお隣のカジの カジュの方にお父さんは行ってしまうとかうであの買うこになったらおいでおいでお互いおいでおいでっていう感じでやってることが多いです <laughs>、えー、じゃこのイベントに行けば、まあ、そのジャンルごとに家族の、まあ、みんなそれぞれ別れたりとかして楽しめるわけですね。これが今度の金曜日からでででよろしいいすすかかはい、金曜日からですね4月の7日からというところですけれども、はい、あの来週の月曜日からまたあのいろんなこう、まあ、演劇教室も開催されるんですよね。はい これもですねあの,このグリーンフェスタがですねあの来られるお客様にいろいろなあの還元をしたいということで始まったものなんですけど、うんえー、来週の月曜日からあの毎日平日に、えー、午後2時から4時の時間帯にですねいろんな園芸講習会があります。はい、であのさらっと流しますと、うん、月曜日がパッションフルーツの育て方で火曜日がガーデニング。 寄せ植えの指導、うん、こちらはあの僕の方が講師となっていますで水曜日は継ぎ木の教室、うん、で木曜日が盆栽ですねこの盆栽はまた今回から新しい講師の方が、うん、あの登場しますで金曜日はブーゲンビリアの育て方という感じになってますね大江、うん、さんちなみにこの中で気になるものとかありましたか、えー、私あのサ,サボテン、うん 多肉植物、あ、そういうの結構好きなんですよ。なんですけど、私冬のだから、なんか心配なんですけど。この、今話聞いたら、ちょっとした、なん、なんだろう、室内でも。そうです。室内とかできるっていう。結構なんか、び最近の美容室とか、そういうところにも、結構置かれたりとかしてますよね。あの、女の子にすごい人気ですよね。はい。それもちょっと気になり。人気があって。こういう多肉植物扱って、あの、メインではないかもしれないんですけど、やっぱり、あの。 この業者さんちょこちょここういう多肉植物扱ってたりするんですよだからそれもまた見るの楽しみだと思いますへえそういうの結構いいですね僕個人的には盆栽が気になるわけああはあモーリーさんがいやあの年代に合わせてさ石にはまったり木にはまったりとかするらしいでその中でまあ最初地点じゃないけど盆栽よく波平が絶対絶対さ 絶対言うと思っ結局このサザエさんの影響を受けてるんだろうなこの人はって私すごい思いましたね平和な人ですよだから盆栽って言っても行ったら1,000万ぐらいするものもあるらしいわけ行ったらね盆栽に詳しい方も出店なさってるので聞いたらすぐ分かると思うんですけどやっぱり盆栽って鉢の方もやっぱりそれなりのもの本当の小のと 時とかは鉢とかそういうのもこだわって出すみたいなんですけど、あのどちらかというとあのグリーンフェストで出されてる方は自分で仕立てていくのを楽しめるような感じで今からみたいなあの盆栽扱ってる方が多いと思います。これからねその植物に何かこうあの趣味の一環というかやりたいなと思ってる方が行くとすごいこう勉強もできるといういかもしれないイベントかもしれませんね。その辺はですねもう本当に生産者が あの直に自分たちであの経験したことを教えてくれますのであの行ったら。 生産者に育て方とか聞いてもらいたいなと思ってますね、うん、ねえさあ今度の金曜日からスタートということで4月の16日までの10日間のイベントとなっています、えー、場所がですね沖縄市農民研修センターとなっていますね、えー、今回で第34回ということなので、うん、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいなと思いますじゃあ最後にですね浅瀬慎也さんまた愛 i さんの方から一言ずつメッセージをお願いしますあえっとですね 生放送、さっき FM 小座さんの生放送聞いてたんですけど、はい、このスタジオ内で怪奇現象が起こってるって、あの、<laughs> 生放送で聞いたので、はい、すごい楽しみにしてから、あの、来たんですけど、<laughs> 怒ってますか <laughs> だから、あの、やっぱりグリーンフェスタも始まるので、<laughs> はい、みんなチムワサワサしてるんじゃないかなと思って、<ー>はい。あのー、 ぜひ、生きてる人も、<laughs> そうじゃない人も来てほしいです。はい。はい。で <laughs> も、怪奇現象、あ私の存在自体が怪奇現象だから、もう。<laughs> あれです。な何,何も起こってないです今のところね。そうだね。<laughs> じゃあ、しんやさん、いかがですか。はい。えー、っとですね。今、告知して忘れたんですけど。はい、あの、初日の7日の朝9時からですね。中部広域、花と緑の街コンクールというのがあって、それの表彰式も。 ありますはい。あの地域ごとに頑張っているあのえー、花を植えて頑張っているところを表彰する式典なのでぜひこちらにも参加してください、うん、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたしますさあこの時間ゲストは中部広域第34回グリーンフェスタ大植木市実行委員会会長さんの浅戸真也さんそして浅戸愛さんにお越しいただきましたありがとうございましたありがとうございます

さあ、味ーうたラジオ、水曜日、今日の番組のテーマは、挑戦でございます。まあ、チャレンジというね、テーマですけれども。ベルプラマスクさん。はい。え親さん、忙しくなって疲れ溜まってるんだね。気をつけないとね。はい。生骨院行ったことありますあります。生体まで行かないけど、しっかり体ほぐしてくれますよ。あ、生体とは別か。行ったことないのは生骨院生骨院かな。何が違うんだろう。だからね、 保険も利くから初診1000円2回目から500円だよ安い <laughs>、えー、500円で疲れが取れるなら安いさということ安い安い整骨院か違いねなんだろうねあれコリ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 整骨院ってあるよねあそういうお店があるんですか何店舗か見たことあるけど整体とかね整骨接骨とかねいろいろこうありますけれどもねーえー まあ、あのー、安,安い金額で保険が効いて利用できるよと。ねうん、保険効くのはいいっすね。うん。これはね、ありがたいですね。はい。えー、ピーチベルシルバー、えー、豚ゴリラってわからんば来てなつ代表から出ていたジャイアン的な存在のキャラクわかりますよ。あ、わかる。<laughs> いや、もちろんでしょ。<laughs> えー、まさに親やんということす。いやいや私、女性ですからね。<laughs> 本当に。もう、 根っこから違いますから。豚ゴリラ男でしょだって。久しぶりに聞いたな。うん、はい。久々に聞いたよ。えー、今月のライブには行けるように調整中だからよ。お願いします。はい、はい、もう愛と、あのー、あれですね。雨とムチですね、これね。本当に。えー、してからに今日のテーマ。今年の夏頃、国家試験を受ける予定だよ。ほう。あくまで予定だよ。ただいま、猛勉強中です。 ラジオねピーチベルシルバー上等さ受けたらいいよ、はい、国家資格へえ<ー>いやー相当難しそうなイメージだなうんってことはこれを取ることによって上がるんじゃない給料上がったりとか手当てがね,ねついたりとかするんでしょうねいやもうピーチベルシルバーさんはあんなも立派な子供がいるからもう稼がんとダメだと思ういやもう父ちゃん頑張らんとねいきませんからね、うん えー、さあ今日の番組のテーマチャレンジですけれども、はい、どうですかあのー、単独ライブ以外の自分の中のチャレンジってありますかうーんもう今それだけしか考えてないのもいっぱいいっぱい目の前のことをとりあえずクリアするっていう、うんうん、ことかななんか新しくこれ始めてみようかなとかってもあります新しくあのー、3月に沖縄国際映画祭の記者会見で、はい、東京行ったんですけど。うん その時にみんなでダンスしたんですよ。で<う>、だからちょっとダンス、もうちょい勉強できたら<ー>面白いなと思う。はい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 。そう。完全に間違えてしまったけど。うもうちょっとなんか、楽しかったからさ、一、なんだかんだ。うん、動けてない自分が面白くて。全然動けてないやし、<laughs> みたいな。<laughs> あのー、最近お仕事ですかね。えっと、ユリアンユリアンさんアン、うん、お仕事ありましたよね。ユリアン,あ,ン,ンあ、ダンスダンスあ、ダンス ゆりやんがメインのダンスのやつ。ああ、そういうこと、ね、で、ゆりやんもちょいちょい沖縄来てるんでね。ああああそう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 ,そう。あの人ってダンス上手いんですよね。上手いっていうか、ゆりやん何でもできるよね。あの子、ピアノもできるし。<ー>英語もさ、喋れないとか言ってるけど、あれ、あの子、すごくね、外国の映画が好きみたい。うん、で、個人的に、え、映画を見まくってて、うん、で、ニューヨークにもなんかテレビの企画で1ヶ月、 あ、1ヶ月間、3ヶ月間忘れたけど、何ヶ月か滞在したんだって。はいはい、だからあの、発音がめちゃくちゃ。流暢だっけすごいわけ。多彩だなと思う。<ー>ってピアノはもう小さい頃からやってたみたいで。やっとけよかった。なんかいろいろ、いろいろ、だからもうとってもいろいろ後悔してるよ、私。もうちょっとなんかね、ねいろんなのができたら。 学校帰ってる時とか。そう。まあでも今からでもね。まあそうだね。ちょっと何かできたらなと思ってますけれども。え、この映画を見て、もう絵は字幕とかじゃなくて、その、要はみデリスニングだ、言ったら。そう。だからデージ、うまいよ発音。へえ。本当にネイティブ。あの、発音がやばい。あ、そう。すごいね。言ってることは適当なのに、発音が超英語っぽいから。はん。だからよくゆりのネタでもそういうのあるさ。うんうんうん。アカデミー賞受賞の。はいはいはい。あれも全部英語。 すごく自分で適当に作った英語みたいな感じのやつ喋ってるみたいよ。だけど発音が素晴らしいからってことか発音がもう、うん。そういうことね。そう。えー、まあこうやって考えてみると、その、県外から芸人さん来るっていうのはありがたいことですね。ありがたい。刺激めっちゃもらうさ、言ったら。本当に。ね。うん。なるほどね。そうなんです。だから私、4月、もう今月で、六6年目を迎えたんですよ。うん、もう6年なんだと思って。 早いね。何にもできてない。もう自分ももっと、6年って言ったら、うん、ね、横沢夏子さん、うん、おかずクラブさん、うん、6年で売れてますから。ああ、そういうことか。やばいと思って。<う>だからちょっと今年、マジでもっと、頑張らんと、ちょっとそろそろ事務所に見捨てられるんじゃないかなっていう不安しかないんで、<laughs> ちょっと頑張らないといけないですね。はい。はい。さあ今日の番組のテーマは、挑戦チャレンジというテーマでお送りしています。 さあ、アジクルタラジオ、水曜日の放送、4時台はこの辺でエンディングです。はい。この放送は、お母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディースクリニック、株式会社、ティーダカンカン不動産、株式会社、上心組、以上各社の提供でお送りいたしました。はい、さあ、ということで、今日の番組のテーマは、挑戦、うん、まあ、チャレンジというとこですけれども、まあ、ちょうどなんか、チャレンジするきっかけでもあるんじゃないですか。うん、そうかもしれないですね。 あのー、1月、まあ、いえば、なんていうの ?2017 年になったばっかりの時とか、新年度とかね。うんうんがいいというか、うん、なんかそれをこう目安にね、うん、物事ってこう進んでいくから、うん、まあちょうどいいのかなと思いますけれどもね。うんえー、まあ長続きするかしないかは置いておいて、うん、まあとりあえずこう興味のあるものとかね、チャレンジするのもいいのかな。うん 料理とかね、なんか覚えたいなぁとは思うんですけど。料理料理。料理やったらね、たぶん、しゃべる引き出しも増えそうなんだけど。でもでもモーリーさんは料理した方がいいと思う。なんでなんか見た目がさ、うんこ、こういう見た目で料理できてたら仕事来そうだしな。なああ、もこみち的な。そうそうそう、自分で言うな。まあ、言おうと思ったけど、電車泣いたやつさ、今。今、言おうと思ったけど、もう、もう、もうだめ。<laughs> あーもういや、たまには言わせえや。前に喋ってるんで。いや、でもマジで、いや、できた方が、モーニスできるイメージはあるからさ。なんか、できそう。うん、ただいは味付けがやおかしいわけよ。うん、わかる。切ることで <laughs>、はいっぱい。おいおいなんでコータわ <laughs> からんでしょ。わからんよや。わ <laughs> からんでしょ。この子が沖縄加月名物のコータでございます。なるほど。<laughs> ラジオ聞いてる皆さんすいません、もうラジオなんですけどね、コーターで爆笑してます。マジで。さあ、ではでは4時のエンディングです。えー、LMFAO ということで、えー、パーティーロックアンセム。<laughs> さあ夕方5時を回りました「あ、はい、クーターラジオ」水曜日生放送お送りしています、はい、お相手は DJ モーリーとおややんでーすあのー、今日はねスタジオの外にお笑いファンデい,いですか沖縄か月の常連の沖縄吉本推し推しって言ってくれてる浩く、はあ、君が来てますねなるほどもう沖縄か月では誰知らない人いないっていうぐらいの有名な方ですよ <laughs> もうほぼ毎日行くよ。いやほぼ、ま、ほぼ、ほぼ毎日いるんじゃないかな。すごいな。行ったら東京とか大阪にももう名前広がってると思いますよ。え<で>、そんなにいや、そんなにです。<お>だって、あのー、よく東京、大阪から先輩来ますよね。うん、でもその先輩とかにもこうやってツイッターやってるんで、うん、ガンガン絡んでいくわけですよ。<お>それで1ヶ月滞在してる先輩とかに向かって、はは 僕そのうがどんどん広がっていって「君か」みたいな。<laughs> <はあ S 1> でこれこの東京とか例えば誰だろうジャンポケさんとかかなジャンポケさんとかにもとかピスタチオさんとかにももう昂太知られてるんであとおかずクラブさんとかもね。でコータのことをたまにねツイッター上げたりとかして,たし,てたしててそのファンのお客さんとかが「 あと沖縄にねああジャンポケさんとかが例えば来た時にパンサーさんとかが来た時に浩タ見かけたら浩タ君だっつって浩<う>タに話しかけるみたいな。すごいいねやー <laughs> 面白いよ。このタイミングでトップを食べるという。そう、面白いでしょ面白いわけよ、本当に。いや、でも愛されてますね。すごいよね。キャラクターですね。ある意味。あ。ま、ったら芸人さんがめっちゃいじりやすそうだね。いや、みんないじってますよ。イメージです。沖縄芸人みんなこうたの真似しますから。はあ。い。え、で、え、今回バスで今日はバスで来たんだよね、こうたね。すごいね。がね、う添いなんですよ。わお。ねえ、添いからバス乗って、今日はなんかお笑い県産品が、うん。あるみたいで、この後ね。 あの小座の、ええー。小輪座三階で。小輪座3階か、小輪、うん、座三階で、そこで。うん、吉本からは、カシスオレンジって後輩が出るんですよ。はいはいはい。それ見に来たのかな。 なるほど。ま、県内で活躍されてるね、芸人さんなんかが登場しての、ま、無料の、ま、ライブっていうかね。あの、OTV さんの多分テレビの収録も兼ねていると思いますので、ま、お時間あるという方は、今日この後7時からかなはい。はい。え、沖縄市のリ林ザ3階まで足を運んでみてはいかがでしょうかさあ、今日の番組のテーマ、挑戦、チャレンジというテーマでお送りしています。え、ちなみに外の光太くんは今年チャレンジすること何でしょうかうん。 新しい仕事。あ、そうだね。うん。仕事を最近やめたみたいで。あそうなんだ。で、また新しい仕事を見つけるというね。うん。ことが目標らしいですよ。なるほど。私、マジで、コータの保護者みたいにさ。何でも知ってます、みたいな。独身術でね。ね、すごいでしょ。え松村かおりよし、コータです。ということで、コメント来ています。はい、ありがとうございます。いきなりですが、緊急速報です。今年も、ONY。 えー48選抜総選挙開催します。正式タイトルは第3回 ONY48 選抜総選挙。今年からは ORG48 も参戦するよ。上のタイトル通り今年から ORG48 も参戦します。<laughs> え今年の議席は去年と同じ通り。 1>, 1位から16位までは選抜メンバー。17位から32位まではアンダーガールズ。<laughs> さらに今年からは参戦人数が多くなったということで、新たに33位から48位までのネクストガールズが新設されます。えー、去年まで県外だった人は枠が広がったのでチャンスです。ちなみにもう審査が始まっています。速報は4月の下旬。<laughs> では本番の6月の中旬をお楽しみにしてください。ではチェケラということで。これ 勝手にコウタがやってることですよ。これコピ、コピペじゃないの違う、これ、勝手にコウタが決めてるやつでしょあの、沖縄吉本の<う>中での総選挙をコウタが勝手に作ってるんですよ。<laughs> えー、<laughs> じゃあ、コウタがね、本当、はあ、で毎年それやるんですよ。コウタのツイッターで、<う><う>沖縄吉本に所属してる芸人の総選挙<う>ランク決めて、1位なんとか2位なんとか何票とか、<う>全部コウタがね、コウタの妄想でね、 全部やってるっててるいうえこれってあれじゃない公式のあれじゃないの違う違うこれ浩タの浩 <laughs> タのこれ ONY でしょだから沖縄沖縄吉本ですほら ONY 沖縄吉本48、はあ、で、えー、今年から ORG ってことはオリジン、うん、おってことですかオリジン48そうオリジンっていうお笑いの事務所ありますから最近なんか浩タはね吉本推しだったんですけどオリジンも最近応援してるっていうことではハ、あ、<う>はハはハ そういうことね。そうですよ。モーリーさん、あの、鵜呑みにしちゃいけないですよ。いや、あの、6月に、あり、富スクに来るさあります、あります。総選挙あるさ。それとは全く別物でございます。これはもう、コウタが作った総選挙ね。そうがさいな。そうがさいでしょこれ、そうがさいな。面白いでしょだから、コウタこういう人なんだけど。栗ですね。超面白いんだから。情報量満載ですね。でしょ丁寧にさ、モーリーさんが読んでるの私は超面白いなと思って。 公式じゃないんだこれ。あージ、ジ驚らされてるやつさ。いやー <laughs> びっくりだな。じゃあそんな幸太くんに曲のプレゼント。はい、AKB48 でフライングゲット。<お> <laughs> さあ5時のオープニングは AKB48 フライングゲットからスタートでしたこの放送は社会福祉法人人福祉会道場保育園花風美里保育園の提供でお送りします さあ、今日の番組のテーマ、はい、挑戦というテーマですけれども、はい、ベルプラマスクさん、はい、挑戦か。うん、仕事が忙しくて、新たに挑戦って難しいですね。うん、半年くらいに前に、えー、毎日縄跳びしようと思ってわざわざ、デポまで行って<う>縄跳び勝ったのに、一、うん、週間持たなかったな。 新社会人の社会への挑戦をできる範囲でサポートするくらいかな。挑戦者はやっぱりかっこいいよね。うんえー、モーリーさんもヤンンさんも話を聞いていて力をもらいます。うん、ラジオネ、ね、ムベルプラマスクさんからいただいております。ありがとうございます。はい。ね。ねデポまで縄跳び買ったんだね。うん。まあ多分本格的な。本格的な縄跳びだね。デポで買うってことはね。ねまあそれぐらいのこう意気込みでっていうところですけれども。うん まあでも、どんなですかね。あのー、あれ、やらんといけないって言ってやるよりは。そうだね。自分自らやってみようっていう気持ちが大事ですから。うん。うん、はあ。いいんじゃないですか、でも、また。そのうち、あまた始めようと思って。うん。まあ気持ちが大事ですからね、確かに。あれ、うん、ノルマ決めたらさ、うん、しないといけないになっちゃって、うん、もう疲れが、 溜まってからさ逆効果みたいだっけ逆にあのー、今日やるんでいいかなみたいな感じでうん、うん、結構こうその辺は緩くていいみたいですよモーリーさんもだってそういう人生ですからねうそ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 うモーリーさんはねだから<う>生き生きとしてますよだから <laughs> いやマジで羨ましいもん、<laughs> モーリーさんになりたいなと思うときが、たまに、マジで、でマジでたまに思う、モーリーさんみたいになりたいなと思うときがある私。え、あなたから見て、僕、どういう人生生きてるんですか毎日楽しそう。<laughs> いや、マジ本当に、毎日楽しそう。<laughs> あそう人生のなんか、成功者みたいなイメージ。うん そこまでいったま、あま、あいや、マジで本当にね、結婚もし子供もいるでしょうもう何さ何も失うものなんて。いいはず、いいはずよ、マジで。いいはず。死に羨ましいけど。好きなラジオやって、奥さん捕まえて、子供作って、毎日楽しい。明日からも仕事、新しい仕事も始まって。はい。いいはずよ。え、今日あれですかあの、羨む、羨む日ですか、今日そうですね。あ、そうですか。羨ましい。え、でもあなたも、 あとは結婚だけでしょ言ったら。<laughs> それができないってば。何が <laughs> できない本当にできないえ、コータくん。どうも結婚できないって決めつけてるんですけど。私結婚できないわけよ。どう思いますかうん <laughs>。コータくんも結婚願望がない。<laughs> なるほど。そう。全然違う球帰ってきたな、今な面白いでしょ。だからそれがコータなんですよ。<laughs> 最高でしょガラス張りなんですけど、ヘッドホン越しにも聞こえたからね、今ね。私も聞こえた。えー、昼間の奥さんからもいただいております。うん、アジクーターの皆さん、ハイタイ。ハイタイ。昼間の奥さん、だ。おや,やん、久しぶり。久しぶりです。内地って風でも引いていたの、うん、いつだっけイオンライカムで土曜日公開放送中の、うん、あいもこさんに、 沖縄のおばさんもいますね。と言われたでしょうはい、はい。言われた言われた。えー、上の階から降りてきて、ラジオの公開放送を見に来た親やんだって分かったさ。うん。さて、今挑戦。やばいね、モーリーさん。明日7時7分にラジオカー間に合うの、うん、えー、メイちゃんの保育園どうするの、うん、スタジオ入り数分前のこことは違うさ。うん、怖くて危険さ。うん、してみんな桜めれするのかな、うん、えー、モーリーさんはシルバニアファミリーの惨劇の後だし、早起きして稼がんとね。 え私の挑戦は家族の誰よりも早く寝る挑戦。うん、え時には頼んだお米も仕切られていない朝もあるけどね、ということでいただいております。ありがとうございます。はい。昼間の奥さんからね。あのー、ライカムでね、うん、ちょうど、モーリーさんわかるかなギリギリモーリーさんも本当に赤ちゃんぐらいの。うん。昭やっていうバンド、わかりますああ、わかりますわかりますよ。うん、結構、結構本当に爆発的に人気だった。うんうんうん。私 の生まれた年か、私が1歳ぐらいの時にデビューしてると思うんですけど、うん、私小学校の時にね、<う>あの、ビジュアル系バンドが大好きな友達がい,いまして、その子は親の影響かなんかですごくいろんなバンドに詳しかったんですよ。<う>でそのバンドの中にも、翔屋も好きで、はい、っていう話聞いてたんで、うん、この翔也のね、ボーカルの。女性の方ね。はい。ライカウンに来ててさ、 その時私が MC したんですけどステージのねそう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 寺田さんですね寺田恵子さんはいはいはいでその寺田さんの MC する前にね<う>始まる前に下の階でねあいもこさんがなんかイベントの MC やってましてで公開ラジオかなやってて、うん、で私「あの T1」チと「あち大好きなんで、うん、それが始まる始まった時はもう走っていって見に行ったんですよなるほどその時にちょうどもこさんがおう あの目,目で合図気づいてくれて私も一緒に踊ってたんですよって「み、はい、ーちたちみち」みたいなで終わった時に「ありがとうね」って「ちっちゃい子からうちのあのおばさんまで来てましたね」って言って私のことなんだなと思ってちょっとそれ嬉しかったです、ね、なるほどなるほど,、うん、るほどっていう話ね、はい、そう多分そのそううこと,のこと言ってるんでしょうねさっきのラジオねはい え、この昭夜、日本の女性5人組ロックバンド。1980年代からのバンドムーブに、女性だけのバンドとしては、先駆け的な存在という。私がちょうど1歳とか生まれた年ぐらい。デビューして32年って言ってたんで。あ私今32なんですよ。だから。あ、じゃあ同い年ぐらいか。そうそうそう。えー。なかなか珍しいですね、その女性バンド。女性だけっていうね。うん。 すごかったよライカムでもやっぱりあそう、うん、えその寺田さんのワンマンみたいな感じもうもちろんもちろん一人でさバて<ー>ってさでやっぱその世代のファンの方とかもいて盛り上がってましたね、うん、で私も聞いたこと、まあ、見たことはぶっちゃけ、うん、あやっぱ年齢的にもあ赤ちゃんじゃないですか生まれたってとかなんでこのリアルタイムでは見てないんですけど、うん、この友達が好きっていうの知ってて名前だけは聞いたことあったんではいはい 曲とかもね前もって見てたんですよ YouTube から。その曲歌ったりとかしてうわ本物だとかちょっと感動しましたけどねあ、まあ、またねその時代のファンの皆さんは今でもずっとファンですからね言ったらねたさあさあツイキャスもいくつか来ていますがト童、はい、さんやっぱりさ義母企画立ち上げてコー太を所属させたらということで。 なんですか義母企画って。どういうことですかねこれね。義母企画あのー、事務所を立ち上げて、そこにコータをタレント扱いしたらっていうことですかね。なるほどね。うん。<laughs> <laughs> <laughs> もう何も、何も言えない <laughs>。二人とも、チーンっていう <laughs> <laughs> いや。意外とね、コータがね、乗り気のような感じがしてるんですよね。 たまに行こうた、ちょっとお調子こうたの時、ね、<laughs> そうなんだ。お調子こうたって言われる時があるんで、ちょっとね。<laughs> すごいね。はい、まあこういった形で、お話題の会場にも毎日いらっしゃるわけですね。<laughs> そうそうほぼほ,んとにほぼ毎日してきてるよね。 コー太も沖縄かけてだけじゃなくていろんなところにも出没しますから皆さん、うん、あの営業先だったりとか、うん、私ライカムもそうなんですけど実、うんあのー、食販売で、うん、ハイバル町行った時ハイバルのイオンにもコー太来てましたしね、うん、でおろくのイオンにも来てましたし<う> <laughs> 空港にも行ったりとかねもういろんなところにコー太いるんで。 ぜひ皆さん、ータを見かけたらもうすぐコータってわかると思うんで、声かけてみてください、あのもう特徴がすごいから、はい、キャップ、メガネ、T シャツにナップザック、はい、もうそれだけでコータでございますで、タオルね、いつも、あとイヤホンしてるんですけど、コータに、何聞いてるのって言ったら、聞いてないって言いますからね、<laughs> <laughs> それが特徴でございます。いや、でもね、本当に誰からも愛されるキャラクターじゃないかなと思います,ので <laughs> ですね。キャラですね、キャラ。いろんな華やかな現場にいると思いますので、よろしくお願いしますということです。 さあではでは一曲お送りしましょう。はい、今話になりました、昭屋のナンバーから、クレイジーアイズ。 さあ、昭和のナンバーからクレイジーアイズ聞いていただいております。ラジオネーム人工知能の夫さん。<お>えー、チワス、先ほどありがとうございました。人工知能の夫です。はい、ということでいただいております。ありがとうございます。えー、挑戦といえば、本年度からグリーンフェスタの会長に挑戦です。うん、まあ先ほどのね、ゲストに来ていただきました。はい、えー、挑戦と不安でいっぱいですが、楽しいグリーンフェスタにできるように頑張っていきたいと思います。うん、話は変わり、もう一つの挑戦として、 折り紙講師としても頑張っていきたいと思っています。ほほ折り紙講師、うんえー。小さな頃から折り紙が好きすぎて、えー、日本折り紙協会の講師資格も習得。わすごい。こちらの講師も子供たちと一緒に楽しめたらいいな、うん、と思っています。うん、いろいろ忙しくなりますが、頑張るぞ<お>ラジオネーム人工知能の夫さん。折り紙協会の講師の資格も持っていらっしゃるっていうことです,、ね、すごいっすね。 いや折り紙って手先相当器用じゃないとねうん私つるも最近忘れてるぐらいだ忘れるよね<れ>うわーそうですかすごいねまあでもね好きなことでまたチャレンジの幅が広がると思いますんで、うん、いや頑張ってくださいねへえまあ力仕事もしつつその指先の器用のね、うん、細やかなこともするってことですねえ これは松村かおしこうた君からいただいていますけれどもこれね、今打ったの、これ。嘘でしょ本当にあのーコピペ吉本の中のランキングなのかなをあのー32位ぐらいから1位までね、ずら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 ってあるんですけど。 <laughs> あのね、これ、なかなかラジオで伝えるの難しいんですけど、あの、本当に、AKB48 とかお笑いの、その、ホームページのコピペをしてる感じなんですけど、確かに、すごいね。これ,いねこれは、コータが、まあ、入力したやつをコピペしたってことね。すごいね、豆だね、しかしね。え<ー>え、俺、スクロール3回ぐらいやってるよ。 デジすごいね。そうじゃないと、下から上まで見れないっていう。これ去年の順位これ去年の順位私ちなみに、去年6位なんですけど、かっこ前回5位っていうことで、1位落ちてるんですね、私ね <laughs> <laughs> リ。リアル、なんかリアルじゃないこの。だから超リアルに書いてるんですよね。超リアルに書いてるわけ。すごいね。<laughs> しかも、ちょっとよく見たら、 N4 とかさ、チーム Y とかさ、うん、チーム A、チーム B、チーム K みたいな感じでちゃんと分かれてるんですよ。うん、私<ー> N4 らしいですね。うん、もうどういうことなのかな、これね。よく分からんすね <laughs> いや。とりあえず、すごいっていうこと分かりましたね。はい、はい。えー、この後、まあ、お笑い劇場があるまでの間ということで、ね、はい、スタジオの外には、えー、コータがやってきております。うん、さあ、人工知能の夫さんのリクエスト行きましょう。サーカナクションで、新宝島。 さあ、ラジオネーム、人工知能の夫さんからの曲のリクエスト、サカナクション、新宝島、お送りいたしました。多分、映画、バクマンの挿入歌にもね、これ使われていたと思いますけれども、一曲お送りいたしました。さあ、時刻は5時31分になります。続いては、子供たちのコーナーです。カフー、ミ保育園保育園、ミ未来家内。 さあ今日もやってきました未来課内の時間ですこのコーナーは社会福祉法人人福祉会道代保育園花風美里保育園の提供でお送りします、えー、月曜日から昨日までは沖縄市の花風美里保育園の第5回の、えー、入園式の様子を聞いていただきましたが今日からの3日間は道代保育園の入園式の様子を3日間にわたりお送りしていきたいなと思います ただいまより、第35回道塩保育園入園式を行います。新入園児、入場 お子さんの皆さん後ろの方を振り向いてもらって大丈夫ですかお祝いの言葉 ましょう。 ですね。本当に春になりました。昨日までのこの寒さが打って変わって、今日はもうね。こういうコート系はべても脱ぎたいぐらいの。それだけ、あの天気が皆さんのことをお祝いしてるのかなっていう風うに感じてます。えっと第35回の入園式ということで本当におめでとうございます。え、今回ですね。えっと19名の新しいお友達が道日曜日券に参加されるということで。 えと合計で126名のお子様をお預かりすることになりましたでそれぞれ、まあ、お子様が、えー、とお父さんお母様のも、えー、とに生まれてきたわけですけどもやはり向こうにほぼ花がありますけど赤色だったりとか白色黄色色緑色いろんな個性があると思いますその個性を私たちは伸ばしていきながら、えー、子どもたちが選べる環境づくりを、えーえー、提供していきたいと思いますので。 どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます、はい、先生あとうことで、沖縄市の道を保育園の子どもたちの第35回の、はいえー、入園式のね様子を聞いていただきました。 まあ、あの、今回ですね、16名の、まあ、新入園をね、果たした、まあ、子供たちがたくさんいるんですけれども、えー、保護者のね、えーまあ、お父さんお母さんと一緒にですね、アーチをくぐってですね、うん、教室の中に入ってきました。うん、また明日、明後日もですね、その道潮保育園の、えー、入園式の様子、まあ、後半戦をお送りしていきたいなと思います。はい、このコーナーは、社会福祉法人人福祉会道潮保育園、花風三里保育園の提供でお送りしました。はい。 あのちょっとねあのフェイスブックとかツイッターとかでたまに誰かが動画をシェアしていたりとかするんですけど例えば昔のあ YouTube の映像だったりとか音楽とかねいろいろあるんですけどここ最近見た中であっって思った動画があってですねそれが今日の Yahoo! ニュース載ってるんですけど祭りの露店で人気のゲーム機を景品としたくじ。 このくじを大量購入してみたところ、一、うん、回も当たりくじが出なかった。うん、ある YouTuber が投稿した動画が話題になっています。うん、4月3日公開の動画の再生回数は、えー、今日の正午現在で580万回を超えていると。 見たい見たいそれな。なんで検索すれば出てくるの待ってくださいね。うんえー、動画には男性 YouTuber とその仲間が、うん、祭りにやってきまして、任天堂スイッチや PS、VR など人気ゲーム機を景品としたくじの露店でくじを大量に買い、当、うん、たりくじが出るか検証する様子が映っています、うん 1> えー。1回300円のくじ、15万円分のくじを買っても当たりくじが出ないことから YouTuber <ー>が問いただしたところ、店、うんえー、員の対応は もう出てるかもわからないという説明を繰り返すだけ。YouTuber は皆さん覚えておいてくださいね。えー、当たりないですからね。と言い放っています。 露店のくじでそもそも当たりくじがない場合や、えー、ほとんど当たる見込みがない場合、法的にはどんな問題があるのだろうか、ということで、弁護士の方に聞いたらしいんですね。うん、で、仮に宝くじが存在しないため、景品を渡すような事態が起こり得ないことを知りながら、うん、店先に景品を展示し、うん、さも当たりくじが出ればその表示に従って、景品を認定するかのように装う。うん、えー、唐くじ外れを販売していた場合は、うん、まあ、 刑法上詐欺罪に当たるということらしいですねこうした商売は祭りを仕切る反社会的勢力との関係も指摘されています。うん、露店のくじの販売が団体の活動として組織的に行われた詐欺に該当する場合というのは、にわかには想定し難いんですが、うん、まあこの場合、組織的犯罪処罰法の組織的詐欺に格上げになるということらしいですね。うんうん、で、えー、まあ、この YouTuber がやったのは、うん これ本当に入ってるんですか、当たり、ニンテンドーとかスイッチといろいろ、景品並べてますけど、本当に当たりあるんですかということで、15万円分購入して、くじを引いて、だ、ないさっていう、そういう映像なんですよ。これ、何で検索したら出てくるえっとね、お祭りくじとかやったら出てくるのか、でも今のこの話の中の何かを切り取って、打てば、多分出てくると思うんですけどね。怖い でそれに対して店員さんもいやもう当たり出てるはずよみたいないやだってあるじゃんでも <laughs> だからもうなんだろうやる人が多くなるとそのくじがどんどん減っていくさ、うん、でうちらとしてはそのくじが減ったらくじを足すだけだから、うん、当たりが出てるかもよみたいな,なんかそういうニュアンスの言い方だったんですけど、えー、いやいやいやってなってどうもこう歯切れの悪い感じになったんですね結局だって15万って相当ですよねえ だからこれをやること自体が、えー、暇さんにっていう意見もあればえやっぱり入ってないんだっていう疑問があったりとかね<ー>賛否やっぱりあるんですよなるほど、ね、これ今後ねいろんな沖縄県では祭りありますけど、うん、じゃあみんなそうかって言ったらそういうわけではないという、うん、一部の人がこうやってるから被害こうむってるという、うん、そういう可能性もねあるらしいですけどね、うん、すごいね YouTuber ってこんなことやるんだね すごいね、めっちゃ体張ってますけどだからこの、えー、そのお店の隣にいた店員さんなのお客さんなのか分かんないけど、うん、ちょっとこう喧嘩腰越しみたいな感じになっちゃって今のさっきの紹介した反社会的な方なのかもしれないけれど何やってんのそこまでなんで何で面倒くさいみたいな,なんかそんなちょっとね一触即発的な感じになってたりとかするんですよねああ、うん、えー、まあでも 本当に当たり入ってるのかなっていうぐらいさ、言ったら。入ってたらいいなとかじゃなくてね。入ってるのかなという疑問は誰しも持ったことあると思いますけれども。まあ、こういったことをね。あったようですね。さあ、えー、告知に行く前にもう一つメッセージですね。味噌肉ミスキーさん。えーモーリーさん、久々のオヤヤンさん、こんにちは。こんにちは。テーマ挑戦。今年は、 趣味の資格を取るのに挑戦中です。うん、あ、いいんじゃないでしょうか。でも仕事も遊びも忙しくて、うん、なかなか勉強する時間がないっていうのが現状です。うん、しかし試験の申し込みもしたし、うん、テキストも買ったからやるしかないな。うんうん、ですね。えー、とりあえず来月頑張ってみます。うん、趣味の資格、なんでしょうかね何ですかねなんか、うん、いろいろ、でもいろいろありますからね、あの、なんだっけ、あの、U キャンみたいなやつで。あなる,ほどなるほど、なるほど。 まあこれがね、あのー、まあ仕事を楽しくするためのまたオフでね、うんうん、え楽しくなるんだ、いいですね、これね。うん、はい。 またどんな、ね、資格を取ったのか教えてくだささいいねはい、さではではじゃあででで親の方かららお知らせを、はい、そうなんですもうオープニングからも話しましたけど大谷恵美のおしゃべりトーキングという、ね、初めて一人でライブをすることになりました、はい、日時が4月27日木曜日場所が吉本沖縄カ月国際通りにですね、えー、旧三越跡ハピナハという建物があるんですけれども、うん、ハピナハ3階の吉本沖縄カ月で、えー、時間がですね6時45分。 会場の7時開演これ夜ですね、うん、夜の7時開演となっていて、えー、前売り当日ともに500円なんですけれども私チケットいっぱい持ってますのでぜひ私からチケット買ってほしいと思っておりますで私のねツイッター a c e b o o k にメッセージくださればチケット私届けに行ける範囲で行きますのでぜひコメントお待ちしております日時が4月27日木曜日ですよろしくお願いしますそしてもう一つですね えー、吉本美術館というのがですね4月15日から6月4日までの間に行われます<い>これも同じく場所はハピナハ、えー、いつもはですねハピナハの3階で沖縄花月とお化け屋敷やってるんですけれどもこの美術館はなんと5階で開催されるようです、うん、うで、こちらでは、えー、芸人のさまざまな展示やまたワークショップ本人芸人さんによるワークショップも やるそうですうん、うん、でチケット、前売り800円となっていてこれもね芸人、私もチケット持ってますので、はいえー、800円前売り800円となっておりますぜひチケットをお求めの際はですね私のツイッター、またはフェイスブックで、えー、メッセージくださればチケットをお渡ししますのでよろしくお願いします。はい、はいいということで,でお知らせ満載ですけど、ねはい、まあ詳しくは吉本沖縄のホームページをご覧いいたただき特に一人のやつは、うん、FM コザのリスナーさんみんな来てほしい。 あ、あなたの単独ライブってそうです。もうみんな来てほしいんでね、ぜひ来てください。モリさんもね、奥さん連れて、めいちゃん連れて、ぜひ来てください。コータも来るんかなあ、コータもすでにチケットを買ってくれました。なるほど。はい。じゃあ外のマッキーさんも来るのかなマッキーさんも。もちろん。すごいね。ぜひ、モリさん。まず二人はいるってことねそうです。もうそうですよ。箱を着て二人だけだったら。 <laughs> いや、もう初めてだからいっぱいにしたいんですよ。頑張りたいので4月27日ですね。夜の7時、はい、予定を空け,けていただきたいと思います。ま,すまあ、後ほどね。あのーはい、週が変わるごとにお知らせもどんどん挟んでいくと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。ます以上、吉本沖中のお知らせでした。 さあ、水曜日のアジクルタラジオもそろそろエンディングの時間ですけれども、最後に天気の情報をお伝えしましょう。今日のこの後、降水確率10%ということで、晴れの予報が出ています。日中の最高気温、今日は一日、まあ、太陽が出てからね、非常にこう暑かったですけれども、最高気温24度。で、明日、木曜日ということで、明日は南東の風、やや強く後、 南の風、やや強く曇り。うん、昼過ぎまで時々晴れの予報が出ています。うん、午前中10%、午後からは20%の降水確率の見込みとなってますね。うん、最高気温も25度まで上がっていきそうだということです。まあ、半袖でもね、十分なお天気かもしれませんね。うん ただ週末になるとですねまあ、雲駅ちょっと怪しくなりまして、えー、日曜日になると曇り一時雨の予報が出ております降水確率50%というところですねさあ今日の最後のメッセージかなラジオネーム山里さん<い>えお親んさん久しぶりです単独ライブ頑張ってねはいえ森光様の魔法の言葉も時間ありかなということでいただいております まあ,この後ねありますけれどもいやでも本当にね小沢を聞いてる皆さんが来ていただけたらいやマジで来てほしいんですけどねこれ FM 小ザにチケット取りに来れる人だったら私 FM 小沢で直接手渡ししたいんですよあなるほど毎週水曜日来てるんで、うん、その時にでももし来ていただけるんだったら渡したいですね、うん、そうですねそれが FM 小ザに預けるんでっていう手もありますし、うん、まあ言っても1回目だからなだから1回目だからよけなんかちょっとプ,ラプレッシャーみたいな流れを 来てください。はい、お願いします。よろしくお願いいたします。さあ、時間いっぱいでございます。はい、じゃあ、タイトルコールお願いします。森光様の魔法の言葉。<laughs> はい、このコーナーはですね。我らが森光様から、ありがたきお言葉をもらうというシンプルなコーナーとなっております。え、久々なんでね、どんな言葉をいただけるんでしょうか。えー、では、お願いします。はい。 えー、今日の魔法の言葉はですねもうシンプルですよいいですかねはいはい子どもの頃の楽しいを忘れていませんか合唱です皆さん合唱お願いしますはい以上でございますなるほど、うん、深いですねいやこれねどう受け取ってもいいんですけど意外と子どもの頃やってたこととか 例えばこうみんなで集まるのが好きとかさ何かこうタクするのが好きとか多分これって原点だと思うんですけどそれをじゃあ今大人になってやられてるかできてる現状があるかって考えたら難しかったりとかすると思うんですよねってことはじゃあ今ちょっとね実感ある時にそういう昔楽しかったことをもう一回こう改めて組み立て直してみてやってみると また楽しいんじゃないのかなと。だから私、子供の頃よく行ってた町あぐアが潰れてるのがショックでさ。うん、そういうのがあったらね、今でも通って、あの頃のおばちゃんとおじちゃんとかとね、うん、話したいなっていう、たまーに思ったりしますけどね。<ー>え、今日何点ですか今日。今日ですかああ三35点ぐらいかな。なんで <laughs> <laughs> いやー、心に響いてる人に今。<laughs> なんで 35? 赤点量や、これ。いやな,なんかあんまり、なんか、 もうちょっと、モーリーさんだっていける気がする。もうちょっと。死なす <laughs> いや、逆に問いかけだから。忘れていませんかじゃあ、このコーナーはモーリーさんからありがたきお言葉をもらうんだよ。問いかけるんじゃない。だから35点です。し、はい、なそうです。<laughs> <laughs> いやも,うそこはもう私は厳しくいかんとやっぱコーナー設立したとしてはね分かりました、はい、分かりましたじゃあまた来週もね考えていきたいと思います、はいはい、アジクうたラジオこの放送は社会福祉法人人福祉会道代保育園花風美里保育園の提供でお送りしましたお相手は DJ モーリーとおややんでしたバイバーイ